何個でもリトリットのレベルが上がれば。レベル一つじゃあまりだからな。それはね。わかるか。しゃがみじゃダメな高さだったな。手奥に引っ込んじゃったよ。でこっちはこいつか。ここを進むか。まあいいか。ちょっとここも時間がかかるので。やはり逃げられるのだな。そこだよね。魔法も効かないのも。とセーブポイントとなるとさっきがもったいなかったな。まあそれはそれ。おかげで上の方を探索できたってのもあるし。そこはな。トマト緑のか。これだとさっきの精霊のところを右上にか。ってなるかな。いや右もいける。でやっぱりまた加速していくか。やっぱこの敵の対処はね。やっぱトーホールならいつの火の玉を思い出させるな。あの時は逃げられないように時間を止めれたからな。今回はそれができないからな。なんだよね。しかも魔法も効かないし。とこのまま加速か。いやここも行けなくて。そのようだな。出残りはこの右へ。なんかそこもダメだった感じがするな。まあそれは見てもらえば。しかしほんと苦戦してるな。魔法も別のもあればな。あったとしてもそれは後半だろ。まあそうなるね。よしこれで片付いたので。ようやくか。とこんな感じ。早すぎてわからなかったが。緑の扉だよ。じゃあここで時間をかけたのは意味なかったな。だからこその加速なんだけどね。なんかカットでもよかった気がしてきたぞ。いやもうすぐ止めるから。ということで残りいけるのはこっちの方。まずはバルチャーを片付けてだな。そしてこの溶岩の中を突っ切る。完全に沈むわけにはいかなさそうだな。そこは熱ダメージ以外に嫌な問題もあるから。そういうことか。しかしここなかなか面倒だな。通れない柱に邪魔されてね。でも敵を処理してしまえばどうってことないけど。今空気がやばかったな。まあ大丈夫でしょう。とうまく反応できたな。ちょっと焦った。で今度は上位のスケルトンか。魔法ならそう簡単にはだな。でまた精霊がいるし。ここも時間がかかるんじゃないか。だね。やっぱきついな。魔法もこれだし。ここも無視して左に行くか。上が気になるか。それはね。あと一匹。というかこれだと先に行けないか。高さだな。弓もダメか。このスケルトンは魔法に頼るしかないな。それが無難だね。とやっぱ無理だな。念のためしたからは。いけない。じゃあ戻って左上だな。ここを越えるのも大変だ。また加速か。やっぱりこの精霊を抜けていくのが厄介で。片付いたじゃないか。まあこんな感じでミスって戻されたり。それで余計に時間がかかったか。それが大きい。よし今度はミスらないように。いけそうだな。でここは弓だけ。となるとこちらでもないか。ってことだよね。とりあえず装備して。でどこへ行く。行ってないこの辺りに。まあそこまでカットだな。その手間の部屋まで戻ってきた。ここは賭けができるところに向かう途中のだな。この右はまだ行ってないから。そこからか。よしうまく避けられた。ここも面倒そうだな。魔法で。よし。単純に横に移動はしやすくなったな。足場もあるから渡るだけならそこまで。そのようだな。あとは敵の処理だな。 MK も枯渇してるしな。ここからは物理で行くしかないだろう。そうなるよね。で MK が回復したら魔法と。それだな。ここの高さはいけないか。回ってくるしかないな。そういや弓か。すっかり攻撃方法として忘れてたよ。しかし MP を使うんだろ。魔法よりはマシ。それに斜め上に攻撃できるのも。敵の排除に向いているか。だね。まさにここなんて下がられちゃったと。危ない。不用意に浮いているのもダメだな。おとなしくチャンスを待って。よし処理しておこう。
やはり左からだろう。何度やっても無理だぞ。分かった、諦めるよ。どうしてもこの右裏を抜けないと。よし、今度は失敗しないように。先に進めそうだな。敵の排除完了。あとは落ちないようにな。それは避けたいな。で、また新しいギミックだな。動く床ね。それよりでかいムカデが気になるぞ。あいつね。とこっち来た。やはり敵か。それ敵でしょ。とりあえず確実にだな。よし、上が見えた。ここはシルフで突っ切るだけだな。手またムカデ、しかも2匹。魔法の危機もいまいちだな。分散したせいもあるけど、残り1匹。危な。よし、安全は確保されたっぽいな。ここまで来れば一安心。シルフなら下まで落ちてもトゲは避けられるだろうし。今がそんな感じだったな。ここはタイミングよくサラマンダーに切り替えで。いけたな。とセーブポイント。やり直しも気にしなくて済みそうだな。 MP 復活も助かる。魔法があればほんと楽だな。それは間違いない。でも、もうそろそろ別属性のが欲しいな。確かにそれはあるな。やはり精霊がな。まあ弓でなんとかってのも合法かもしれないけど。今は弓に頼っていくしかないな。これももうちょっと早く気づいてたらな。上下の処理が楽になったろうな。トムカデだよ。ゴブリンの弓か。大したことないな。所詮はゴブリンの所有物。魔法暴発か。それでもムカデに向かってくれたから。そこはとここが一番下か。まだまだ続きそうだな。そりゃさっきセーブポイントを超えたばかりだし。ゴブリンアーチャーしかいなさそうだな。よし、トマタユミのチュートリアル。紫の石か。そこで磁力が働くみたいね。で、もう少し下。うん、もっと下だな。結構きついな。まだか。よし、今度は上方向か。と逆。あっさりいけたな。通る場所がそこしかなかったしね。そしてまた通常に戻った感じだな。ここは緑の扉だけがショートカットできた場所。そのようだな。ちなみに左下にミニマットが出てるからね。今の発言はそこからだな。で、まだ倒せない。よし、これでここを右に行けばだな。また扉のギミック。バルチャーを処理したし安全に。で、手前の磁石がクセモノだな。また後ろ向いちゃったよ。キャンセルできないのがきついな。方法はあるのかもしれないけど。うん、もっと大胆に行ってもいいのかもな。で、今のダメみたいだな。アトナ面外に行ったのもダメだったのかもな。それっぽいね。ここからはスケルトンか。魔法も尽きちゃったしな。弓もダメだし。まあ無視していくのが無難だな。だね。とアイテムがある。なんか雰囲気的にいけなさそうだな。確かに。
下の溶岩のところもダメそうだったしな。諦めたか。なんかが足りなさそうだからまた今度。それはそれでありだな。というか行けてないところがどんどん増えていく。ここも同様じゃないか。やっぱ2段ジャンプありそうだな。そんな感じだな。やっぱり。となると残りはこの下か。そうなっちゃうね。ムカデもやれたし。ここも左右か。左の方が見やすいか。お、ボス戦のようだな。だね。取りませんね、レベロ。完全回復したな。これで挑むぞ。何か仕掛けがありそうなボスだな。というかここはなんとなく覚えてる。完全に風と炎だな。まあその分弱点と耐性が分かりやすい。ものすごく効いてるな。だね。お、このままではまずいぞ。うん、瞬時に判断しないと。というか今の属性の判断がいまいちなんだよね。画面上部もしくは後ろをついてくる精霊で判断なんだろうが、私にその判断処理が追いついてない。これぐらい余裕があれば。ある意味 MP は回復し放題だな。そこは助かるけど本当は精霊レベルをなんとかしたい。これもな。この時は攻撃が届かないんだよね。しかし魔法はほとんどダメージ取れないな。だね。で、精霊レベルが低すぎてダメージ取れなくなってる。このまま魔法で押し切るか。で、それどころじゃ。とりあえず逃げることに専念しよう。走り回っていればなんとかなるか。隙を見て攻撃はしていきたいけどね。とここで加速か。やっぱ逃げまくって火星もあって、あと攻撃はほとんど魔法頼り。となると本当に時間がかかってそうだね。安全策を取っちゃった感じ。一度クリアしてると言ってたがそんなことない気がしてきたぞ。私もデータを見直してみたけどクリアはしてるっぽいんだけどな。それぐらい昔なのか。それとも単純にプレイスキルがダメなのか。そう言わないでよ。これも慣れれば大したことないんだろうが。慣れるっていうのはシルフとサラマンダーの切り替えだよね。そうだな。それがこのゲームの肝だろう。そこはそうだね。それがスムーズにできれば近接攻撃もちゃんと当てられそうだし、かつダメージも受けないと。今は逃げることに専念してるから HP も満タンなんだけどね。だがそこまでだな。まあ何回もやり直すこと考えると。まあいいか。残りはだいたい3分の1を切ったところか。ただ魔法とやりだからな。とはいえもう何とでもなりそうな雰囲気だな。多分いけるね。もうここからは無理せず。よし、次ぐらいで終わりそうだな。魔法さえ使えば。お、行こう。終わったか。かなり無駄だったな。とここはアイテムなし。どうした。いや、先輩の反省踏まえて。セーブか。そしてちょうど霧もいいので。となると今回はここまでか。回復させたら終了ね。次回はもう少しマシになっていることを期待するぜ。